こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッド始めていきましょう。体調不良や睡眠不足の状態で臨まないようにしてくださいね。うん、そうやな。さあ、前回で第1章終了しました。10日までか。どこまで行けるかな。リエミユキ、ん？なんだこれ。嬉しいな、スキルレベル上げるって。まあ、どうすればいいかわからないんで。スコアタックって何？やってみましょう。強いです。全然ダメージ与えないしと思うが、燃えてます。回復しやがるこいつ。ミニッペ、いいね。なんかダウンしてるが、強いな、これ。傷入ってる。ここだと足りないんだな、エンハンスに。厳しいな。はい、ロスリー。
いや、耐久性の高い敵だ。早くシールド破らねば。またダウンしてる。何？え、全然ダメだ。エイジングクロウ、クラッカー。もうちょっとだ。毎回回復させ合う。どうしろと言うんだ。ちょっとやばいな。あ、回復できないこいつ。一旦下がるぞ。いかんな。フィリッペを出す。もうちょっとだが。ようやくブレイクした。あんまり削れなかったな今回は。まあしゃあない。食らってない。薄切りクラッカー。
動けない、あ、動けてるかな。あれ？なんで？一気に破壊。しかし無駄、時間がかかった。一応やりたかったんだよ、本当は。一気に片付けるぞ。何もしない。リンジングクロマイアウトちょっと足りないんで、そんなに食らわない。まだ早いな。フラッカーにはまだ早いし。ちょっとやね。ダメだ、破れなかった今回は。一気に片付けるぞ。ついブレイク。追撃。あれ？何もしない。
刺激。はい。プレイヤーランクがアップ。どうなんだ？こんなコースしかないんじゃないの？万能スタイルピースとか。交流一覧だったっけ？何だったっけ？交流一覧かな？今回やるのは交流一覧ですね、多分。行きましょう。3日、だいぶ昔だな。ファストトラベルできるのはありがたい。そんなことしてないで遊ぼうぜ。なんや自分邪魔しに来たんか。なんの？なんのって自分がそんなこと言うたんやろ。大丈夫。違う、ま、ここじゃない。あ、でも。ここだ。あ、でもここも行かなきゃいけないのかな。ジョス、貴様は 31A のカヤモリだったな。我に何の用だ。挨拶、あと仲良くなれないかなと思って。我と仲良く、すまないが慣れ合いは好むところではない。同じセラフ部隊じゃん。こんな世界だ。なればこそ己を高めるためにこの時間も鍛錬に励むべきだろう。別に何もしてなかったじゃん。無だ。無？何事にも動揺しないよう精神修行をしている。貴様のことも空気のように思っている。空気？今吸っている空気がちょっと匂ったとして、それで今日することが変わったりすると思うか。そんなこと数分後には忘れている。何が待ってるんだ。どうだ。いいね。もしもの時はプロペラで匂い飛ばせるし。
先に行ってて。さてと、世界一臭い食べ物シュールストレミングを探すか。この基地内にあるのかな。カフェテリアに来たはいいけど、メニューにあったら大惨事だぞ。でも一応聞くだけ聞いてみよう。ないんか。じゃあ購買部いらっしゃいませ。何をお探しですか。シュールストレミング入ってる。はい、ございます。嘘、本当に。はい、本当です。缶がパンパンに膨れ上がってるニシンの塩漬けのだよ。はい、膨れ上がって上がります。そんなの誰が。その手の角度で。今こうしてかやもりさんがお求めになったじゃないですか。うん、いただくとする。ん？お待たせ。じゃあ覚悟はいいか。忘れられない匂いとやら嗅がせてもらおう。よいしょっと。缶詰、いざ開封。回転。よく売っていたな。本当にあるとは思ってなかった。自分もダメージを受けているではないか。臭いもん。でもこれで証明できたろ。何かだ。記憶に残る匂いもあるってことだよ。くそー、そうだったな。いやいや、あんたが求めてたんだろう。うわ、押し付け合いだ。やばい。えぐい。いいのか、立ち去るのか。これって私の勝ちだよな。ある意味そうかもしれんな。侮っておった。やったぜ。何か楽しいことが始まるかもしれない。
それはどうかな。そんな予感がする。こんな世界でも。だったらよかった。これからよろしく、もなかちゃん。こんな匂いなのに美味しそうな名前。我の名を言うと皆腹が減るらしい。それは戦場では危険ゆえ名字で呼んでもらっている。じゃあモノニャン。その呼ばれ方は初めてだ。だがこの匂いに免じて許す。ありがとう。うめえ。なんだこれ。クリアです。ライフ消費するんだ、これ。モナニャンを誘ってお風呂に行こうかな。モナニャン、一緒にお風呂行かない？うむ。この匂いは風呂で流さねば落ちんようだ。だよね。しっかり洗おうぜ。引き締まっていてすごい。鍛錬の賜物だ。お腹むきってできる効果。シェックスパック。いずれ貴様もできるようになるだろう。なりたいような、なりたくないような。それより匂いがまだ取れぬ。貴様も早く体を洗え。この石鹸を使うがいい。ボディーソープじゃなく固形石鹸。ありがとう。とりあえずどんどんこれをクリアしていきましょう。上から行こうか。あ、桜カレンがある。さっきと同じ時間帯だが、違う次元帯。ナンパと思ったらルカさん。ああ、カリリンと話したくてやってきたのさ。私どうして？可愛いから。私が？そう、好み。でも中身は殺人鬼。うん。てか、うずいて仕方がない。うさばらしに付き合うがいい。そうすれば朝倉と話させてやろう。キツナレベルは上がるのか、これをクリアすると。3人で戦うよな。アリーナで待ってよ。さあ、もう一人は誰だ。ああ、
あ、アリーナ、アリーナ。いや。一人連れてこないと。誰でもよかったんだ。アリーナではバトルってないことですね。あ、一体だけやん。あーでも A なんですね。気をつけないと。よしよし、ま、タンクで守ってくれた。スタンブレード、ランブ、初めて見る。うすごい、やっつけた。カレンちゃんはこれっぽっちじゃ満足できない。まだまだカレンちゃんは飢えておる。さすが天才サイキッカーのうちや。喜んでいただけましたでしょうか。よし、カットしたわい。そいつはよかったね。本気出しすぎたようやな。カレリンと話させて。おお、貴様はわしを朝倉とは別人とでも言うのか。はい。性格全然違うじゃん。じゃが朝倉のパーソナリティの一つであるぞ。じゃあ話を聞くのがカレンちゃんで、答えるのがカレリンで。こんな神対応はできるか。こっちは死神と歌われた殺人鬼だぞ。対応してやる。あ、カレリン。え、ヤノスの鏡かな。そんな、あ、今度こそカレリンだろ。聞いてくれよ。カレンちゃんでして。いや、どうしろと言うんだ。あまりな。それだけ私が抱えている闇は深いってこと。うん、カレリン、カレンちゃんでした。なんてこった。遊びがいがあるやつよ。まあカレンちゃんが楽しいならよかった。え、何キョトンとしてんだ。イストランはサイコキラーじゃぞ。キョトンとするはずがないわ。いつでも気を張ってないとサイコに切るなんてできぬわ。サイコロステーキ、どんな耳じゃ。サイコキラーに突っ込ませるとはどんなずぶとい神経をしておるのだ。バンドやってた頃はポットデで売れちゃったからさ、すげえ叩かれて嫌でも精神はずぶとくなったな。何さらっと時の人でした自慢しておるのだ。いや、カレンちゃん知らないと思って。知っておる。朝倉から聞かされておるからな。なんて言ってた。超かっこよくて超好き。女の子にも惚れちゃうって。マジ。いや照れるな。バンドやっててよかったな。そこまでは言っておらぬが、貴様にそこまで心を許していいものか、しばらく考えさせてほしい。うん、答えは出たか。今の一瞬で出た。
しばらくと言っておるだろうに。コーツ結構もらえるんですね。結局風呂入んの辛いんだ。入った。いや、さすがにちょっとこれはかわいそう。二階堂美里。どれ見せてみろ。お、何ができる。花巻にしっぽく、しっぽく一つこしらえてくんね。寒いな。今夜は大変お寒うございます。どうで商売は。お前は何をやっているんだ。切れ味のいい妖精。そんなものを見たいと思ったか。しかも一番ベタな時そばじゃない。また、うん、お前どうしたんだい。クリアしても何ももらえないよな。え、何これ。お、海
教授が目を閉じてる。何してんの？瞑想？脳内五番で過去の寄付の塗り分けをしていたのだよ。待って、誰が陰陽師だ？ミサリン。重ねて待て、ミサリンとは誰のことだ？あんた、マジカル陰陽師のミラクルミサリン。三度待て、ツッコミどころが多すぎる。マジカルな陰陽師とは何だ？魔法使いで陰陽師なのか？しかもミラクルで奇跡も起こすと。ミサリン指がかすむくらい盛るな。ミサリン欲張りだな。しかも私が言い出したみたいに言うだと？言ってみた。そもそも陰陽師じゃない。何を聞いていた？脳内五番や寄付と言っただろう。ああ、将棋の人だっけ？五だ。私は囲碁の天才棋士、前代未聞の50連勝を成した最年少名人にして未来の棋聖、二階堂美里だ。囲碁ってオセロみたいなやつ？難しくてよくわからないんだよな。もしかして私に教えを請いに来たのか？せっかくだから教えてもらおうかな。ルール教えて。そこからか。まあよかろう。二人で 19×19 の5番の上で交互に碁石を置いていき、より多くの陣地を囲うのだ、うん。自分の石で囲った相手の石は取ることができて、自分の陣地に変えることができる。それだけ？単純だが、それだけに盤面全体を見渡す論理的思考や判断力、駆け引きが必要だ。もしかして舞台長として身につけたら得だったりする？無論だ。だからこそ 31D の舞台長は私なのだからな。よし、囲碁やってみたい。ほう、私と一曲交えたいと。手加減はせんぞ。こう見えて本番に強いタイプなんで。いいだろう、身の程を教えてやろう。勝ったら堂々とミサリンと呼ばせてもらうぜ。これでしまいだ。ちょっとびっくりしてる。周りに天才天才だと言われていたわけだ。オセロがちょっと得意なだけのロッカーだったのに。おかしいであろう。私は二階堂美里だぞ。天才棋士で前代未聞の50連勝を成した最年少名人にして未来の棋聖なんだぞ。なんかごめん。謝るな。それは敗者を貶める行為だ。だが納得いかぬのだ。囲碁ってオセロと似てるじゃん。似とらんわ。見た目が白と黒なだけだ。いや、挟んで取るか囲んで取るかって感じで。難易度が桁違いだ。お前まさかオセロをしてるつもりだったのか。ぶっちゃけよくわからないうちに勝った。さらに追い打ち。下等かお前は。いや、定石を無視した打ち方だったから私の調子が狂っただけだ、うん。万に一つのその一つが今の一曲だったのだ。かやもりとやらもう一曲だ。これでしまいだ。やったー。勝ったんだ。かわいい。こちらこそありがとうございました。正直お前の打ち方は定石というものがなさすぎて読みづらくて仕方なかったぞ。ほぼ勘で打っていたから。それで一度目は私に勝っているのだから、いと恐ろしきことよ。いや、
これこそ 3-1-A 部隊長のなせる技か。意義のある対局だったぞ。今の勝負は負けちゃったけど、ミサリンって呼び続けてもいいか。うむ、許す。お前は私に勝った数少ない騎士だ。やったぜ。一緒にお風呂行かない？よかろう。共に入浴と行こう。やったぜ。おお、それはもう病気だ。待て、今何が見えていると言った？ミサリンのあられもない姿。見られて恥ずかしいものではないが、あられもないと形容されるとは。そこまで見ないか。いや、綺麗だよ。賞賛には素直に礼を言おう。あ、照れてる。ミサリンかわいい。ライフは残り1ですね。あと1人。サメッチ、何してるの？鍛錬の時間なので、その準備をしていました。天才剣士って、剣士なんだ、騎士ついてる。剣術は人に追いされと見せるものではないのですが。宮本武蔵が箸で飛んでる灰を掴んだらしいけど、サメッチもできるの？余裕ですね。すげえ、見てみたい。余裕ですが、ハエなんて掴みたくないです。じゃあゴマを。え、ゴマってあのちっちゃいすりつぶすと香ばしい香りのするゴマですか？うん、できますよ。私天才剣士ですから。じゃあちょっと取ってくる。待ってて。私天才剣士ですから。カフェテリアへ。
どこにいるんだ。いた。ひさめっち、お待たせ。まずお箸。菜箸。普通のお箸じゃなきゃできなかった できますよ。天才は道具を選びません。よかった。で、ゴマが見つからなかったんで、これパンパンの上にちっちゃいの乗ってるじゃん。ちっちゃいのは無理。できますよ。やってみせますよ。天才ですから。じゃあ風に乗せてそっちに投げるから。いざ、慎重に。ほい。なんだ。今の格好は。強そうな人ばかりだけど、ヒサメッチも強いの？舞台最強を自負しています。マジで？天才剣士ですから。ただし3分以上は戦えません。え？なんで？3分以上戦うと吐血します。もしかして病気なのか？天才剣士に課せられた宿命という設定。設定？そっか、天才剣士も大変なんだな。設定？設定です。天才剣士は過去あるべきと。ヒサメッチってかなり変わってる？いえ、単なる天才です。一緒にお風呂行かない？先輩として後輩の申し出を無下には断りません。じゃあ背中も流すよ。後輩として先輩を敬うのはいい心がけですね。ちっちゃくて可愛いから洗いがいがあって。かわいい。あれ、照れてる？え、照れてません。背中が可愛いと言われても嬉しくありません。剣士っていうから刀傷とかあったらどうしようかと思ったけど、綺麗でよかった。指導不覚悟。背中に傷があっても剣士の恥です。囲まれたら？囲まれる前に敵を切れば問題ありません。今私に襲われたら？流
間を疑うことも恥です。共に戦う者に背中を預けることに何の躊躇があるでしょうか。イサメッチ、やっぱり抱きつかないでください。どこさん悪いですか。いい湯だな。これライフ使い切ったが、今日ここまでかな。たくさんもらえた。レイリーも。推奨戦力って何？あれ？結局 31A にはなれなかった。そのこと自体に悔いはない。悔いはそのことだけを夢中に追いすぎて大切なことを忘れていたこと。もっと早く結束していれば別の形で人々のお役に立てていたかもしれないのに、私の立ち振る舞い一つで変わっていたかもしれないのに。果たして私は 31C の役に立てているのか不安。ねえお母さん、もしこのタブレット端末の中にいるのなら答えて。私はどうしていけばいいの。ん？プロローグに戻った？やっと休みだー。あたし最高のストレス発散法だ。あれを流れお前。おいタマ！国防そんなやこんなだね。ジープシャーユッキーもみんながよし。うん、これは次回にしよう。期間限定？
大小クリアとともに、そっか、いろんなものをクリアできるんだけど、その中でこれがピックアップされるんだ。はい、ということでここまでにしますか。まあ全然足りないしね。はい、見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。今回は交流をやってみました。こんなのもあるんですね。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。